さて、今日の昼食は男梅のふりかけがあったので買ってきました。それで男梅おにぎりでございます。そしてお久しぶりっこな、わお、札幌一番塩ラーメン、いつも通り一丁醤油のかき玉でございます。というわけで食べたいと思いまーす。よしこはさて食おっと、はい、はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日は男梅おにぎりと札幌一番塩ラーメンでございます。というわけでね、胡椒をたっぷりとかけて私は食べたいと思います。はい、よいしょ。というわけでいただきます。お久しぶり、お久しぶりです。ああ、実家やわ。実家に帰ってきた、家に帰ってきた感じする。長旅から帰ってきた気がするわ。うまい、うん、美味しい。おにぎりいただきます。海苔の少ないやつからいこう。うん、意外にねさっぱりした、まあ梅ですけど、もうちょっとなんかパンチがあるんかも思ったけど、パンチはないですね。うん、次から私は多分これに塩昆布を入れます。絶対うまいと思う。うん、でもうまい。ごまももうちょっと入れたいな。一応ごま入ってるんですけどね。異例動画ではね、なぜか札幌一番食うと伸びるんですよね。なんでなよ。いつも一緒やん。一緒やけど、札幌一番塩ラーメンっていうだけで見に来てくれる人が結構いるってことですよね。ありがたい。ただ毎日札幌島塩ラーメンは食べたいわけではない。今日食べたら明日は別にいらんからね。週に1回ぐらいでいいんで。まあそろそろだけど、動画だけでも50回ぐらい食ってんじゃないの。うん、札幌島塩ラーメンね、うん、50も食いたないか。2、30食ってそうな気がするけどな。2玉とか 1.5 玉で食べてるから、袋数で30袋ぐらいか。うん、だから30袋で 6パックやからね。
今年に入って2パック目ですよ。じゃあ10食か10袋食ってるのか。これを食べ終わる頃にはね、まああと2回ぐらいは買うでしょう。もしくは3回、そうすると30袋か。年間30袋が食ってそうやな。今日はもうちょっと小食ですけど、おにぎりも少なめなんでね、少なめでちっちゃい目なんで。かわいこちゃんから LINE 来たかな。パソコンでピコピコ言う場合はね、公式 LINE なんですよ。どうかやらしい女の子でありますように。来た。どうかエロ写真でありますように。うまかった。というわけでね、すぐなくなりましたけど、本日は短めですが、男梅おにぎり3個と札幌一番塩ラーメンをお久しぶりにいただきました。ごちそうさまでした。札幌一番って本当にいいですね。それではまた。